ましょうか。うわー、これ怖えな。気をつけてね。滑りそうで怖えな、これマジで。俺こっち左から行こう。これ怖え。多分こっちの方がいいと思うよ。左、うん、ここ今撮ってるルート怖えもん。これつるーって滑りそう。どこだったっけ、覚えてないんだよ。城山の山頂ってどこだっけ。あー、はい、はいはい、あそこのなめこ汁もう一個売ってるとこでしょ。あそこは行く。でそっからもうなんだっけ、梅子だっけ、なんかよくわかんない。あ、そうそう、林道で帰る今日は。高はちょっときつい今日は。まあそこまでいいよ、疲れちゃった、疲れちゃうよ。あー楽しいね。あ、これだったら楽しめるわ。さすがにね、高尾は遠いよ。あ、いいよ。陣馬でおしまいだね。こっから陣馬でもどう行くんだ。陣馬行くんだろう。どうここに戻っていくかで。電車？うん。和田峠、陣馬、影信山で、影信山また陣馬に戻って、ま、帰るっていうのも結構かかる。大丈夫、気をつけて。ここちょっと岩多くてツルツルスルスル思うから気をつけた方がいいよ、マジで。そんなに歩幅広げずに行こう。陣馬か、まあ、ここから楽だからもうちょっと登ったっけ。でも下りでしょ、でもほぼほぼ。高地下がってちょっと登ってない。そうだよね、山って一直線で行ければみんな楽だけど、そういうもんじゃないしな。うん、ちなみに陣馬の天候は800。陣馬が800？そんなとあんの？陣馬の標高が800？うん。まあね。あ、そんな離れてんだ。はあ。今日影の山すげえ良かったな。4.1 キロもあるんだ、そりゃ。いやでも陣馬は 5.1 キロからちょっとの差なんだよね、実は。そりゃ離れてるわ。この前登った時。うん、だから裏つながってんじゃないの。あ、そっか。うん、おそらく。どこ、いや、ここで。まあいいか。だぜ、少し歩かしてあげないと。これかわいそうだ、うん、ずっとリュック入れてて、まあ、このリュック相当快適だけどね。うん、すげえのんびり寝てて、立ってる自分も快適だった。寝てはいないけど、滑るんだっけ。
これ右でいい？右、うん。なんか滑るから注意って書いてあった気がした、どっかに。まあここもゆっくり行こう。よかったよかった。だね、蛇行運転。この方が降りやすいのかもしれないね。かわいすぎだろ。うわー、いいねこれ。あと何十回も言うけどさ。うん。あーね、うん、まあ、あ、もう3時になるのか。超綺麗。わん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 。かわいいよ。俺？いや、ちげえけど。ちげえけど。ちげえけど。まあ別にあそこから歩いてもいいけどな。バスに乗らなくても最後、うん、こんにちは。こんにちは。数えてた方がいいんじゃないの、ポップね。4区、広いからまだ平かな。わんわん、これが吠えるような子だったら無理だけど、まあ、吠える子だったら多分連れてこれないけどね。うん、ちょっと登山客ちょっと待って、面白ポップの歩き方面白。テコ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 って感じ。いや、でもちゃんと考えて降りてんだな。いや、考えてるよ。すげえ判断力すぎ。なんかラバータイプのでいいから、当たって練習させてあげようかなって。なんか怪我する可能性高いから。まあ、あ、寒い。小さな木、まさかが引っ越す山の橋。鬼滅って高尾山っていないよ。高尾山は可愛いよ。ピックパックに入れて。どれピックパック？
あれ、手超かしかんでる。ファスナーじゃない、一番の水入ってるとこに違いますよ。ファスナー式のもう一個アマゾンで見て買おうかな。ちょっと空気ある程度ね。落ちないように見てくる。そこそこ荷物入るから、ね。まあね。ゴミの方があんまり入らないってなるけど。まあね。まあね。ジオボット。ちゃったちゃった。なんかボットの中の人確かすげえガリガリしてた。出てた。出てたよね確か。なんかどっかで出てたよ。すげえなんか冴えないサラリーマンみたいな感じ。道夫がいそうなボットだし、あ、そうすね、ね、あと何メートルなんだこれ。危ない、危ないよ。よそ見しながら歩くなよ、そこ持って。まあね。前見ろ、前。行くな、パパ。ダサって持ってた。パパ、行こうよ。行くんだね。ああ、この道、立ったね。うん。ポポが言いそうなボット。ね、あ、横が映っちゃった。まあ、いっか。すごい下がすら。誰も見ないから大丈夫だよ。見てるだろうが。いや誰も見ないと思うよこんなとこ。再生数ゼロとか1だから。寒いもんな、ここ下がすらって思うよ。おかしくないよ。超綺麗だな。踏みたくなる、こういうの。わかる。踏み踏み。これ多分コードキャマまではすぐなんでしょ。そんな高かったよね。 0. 何キロとかだった。もう半分以上いってるし。それやの道、高尾山か。これ今日は行かない。今日は行かないけど、今日は行かない。暑いな。うん、多分あなたピーピー行っちゃう。いや私は別に平気だけど。誰ですかこの。全然いいけど。いや今日はいい。あー狭い。ああもう危ないな。何でこれ。危ない危ない。11の顔か。これ白山湖であっち。え、あ、ほんとだ。
小仏っていうとさ、なんかもう分かるけど、城山って言われると一回ハテナってなっちゃう。うん、よいしょ、寒い、手冷たくなってきた。ただこれ標高下がってるからだんだん高くなってF、 ん？ね。FF7 のリメイクあったじゃん。あれフリープレイでゲームできるのらしい。ひどい。買った人かわいそうじゃん。ポケモンもなんかリメイクするの？ああ、ダイヤモンドパールね。光。光だったっけ？あれ光だ。みんな光が新しくなって。あ、いやそうかも。あ、そうなんだ。光ってそうなの、ゲームから出てきたキャラだったの。そうだよ、アニメから出てきたキャラだったの。じゃあじゃあ、あそこもアニメしか知らないから。シロナとか出てくる。シロナ知らないか。金髪の結構かなり人気あるラスボス、うん。なんか妖怪ウォッチもアニメ、うん、またやるらしい、ね、なんか原点に戻る。あ、そうなの。見てないか。まだやってんだってば。俺それすらもう終わったかと思っちゃった。まあ一瞬にして圭太くんじゃない主人公を出した瞬間に人気の落ち具合とかやばかったんでしょうね。ふみちゃんだっけ。いや、ふみちゃんはあれ、なんだっけ、ほなみとかそんな名前じゃん。なんか全然オタクっぽい女の子でしょ。そう、うさぴょん。だからすぐあれじゃん、ジバニーとかさ、圭太が出してた映画でね。あれもうダメだよって気づこうよ。ポケモンでさ、サトシが主人公じゃなかったあの際、幻のアニメ界って言われるぐらいの伝説なんだからさ。あれ声優は良かったんだけどね、確か杉田さんとか使ってなかった、確か。あのアニメのやつ主人公変わったんだぐらいでしか認識してなかったから、見てないから。うわ、これ怖っ、滑りそう。気をつけてね、マジで、うん、これ結構滑るよ、油断してると。なんかこの階段じわる。歩き方面白いね、ここ。左方はなんか、これは僕余裕です、かわんよ、みたいな。なんかわざとこういう角あるところ歩いた方がいいよ、これ。あ、気をつけてもらえそう。あのね、いや逆にこれが滑り止めになってんで。まあね、怖え。でも何も右ねえから。まあないから。え、これストーンじゃん。ストーンだよ。ストーン、ローリングストーン。あー、もういいや。後ろから人来てる。わかんない。あ、危ない危ない。もう後ろ見てない。まあ、まあ、うまいな。あ、あった、ここあった、あった、これローリングストーンみたいな。ローリングストーンみたいな。そう、ここ通りでき、あ、できなくなってる。ここ危ないもんな。こっちから登るよりはあっちから。そう、あのね、影の木山ルートのあの登山口の方が楽だけど、楽しいですよ。さあ、ここ通り抜け。あんま登りだけ。待って、行ける、ここ。お前大丈夫か。うわぁ、すげえ、行った。けどさ、ね、待って待って、違うんでね。待って待って待って。それっぽく見えるけど。
こんにちは。こんにちは。これ右？どっちでもいい。左の方がいいかな。階段っぽくなってる方が歩きやすいかな。このリュック1つのしかないらしいから、ええ、このリュック自体の構造は。なるほど。じゃあご飯を気をつけてよ。そこ顔が滑る、絶対滑ると思う。油断してると思う。めっちゃ行くので俺もわざとこう角あるところね、こう岩とか、うん、左の方が危ない。でも滑り止めになるようななんか鉄の杭打った。あ、ほんと。よし、ここまで来れば安全だな。こっち歩く。ちょっとそこのこの砂利終わったらだね。はい。あ、楽しい。靴履かせる練習しよう。このぐらいの登山がちょうどいい。一番登山する登山だけど、これは。うん。なんかここ、あそこ思い出すな、幕山じゃねえや。何だっけ。工房山。そう、工房山のさらに登ったところ、高取山だ。念仏山じゃん、高取。うん、念仏山から。からあ、高取山。高取山また行きたいね。行こうよ。うん。本当あっち行きたい。あっちも本当好き。もう多分こ今年の秋ぐらいにコロナ落ち着くっていうか。まあわかんないけど。うん。ニュースとかも下手に入らない方がいいか。うん。どこ？踏んづけるとこだった。ああ、ポンチロ。ポンちゃん、リュック入る？いや、もうちょっと歩かせてほしいです。緩和みたいな。こういうイワイワしてるとこは気をつけないと、また捻挫っぽいことになりかねないかもね、うん、まあね。つい歩いてるから平気と思っちゃうけど、やっぱあの骨のレントゲンを思い出そうっていう思う。うん。あんなんだからねって。じゃあちょっと左側にいる。いいね、かっこいいね、ポンちゃん。よし、あっち痛くなったらどうした？家は本当にむやみに買わなくてよかったんだ、最近。ローンとか組んだら面倒くせえじゃん。でも欲しいです。まあ欲しいって言えばね。悩んだよね。ただもう買っちゃうとさ、逃げられないよ。まあね。でああいうのって例えばマイナスになるたなったら、うん、もうそこから出てきてるならダメらしいよ、うん、その時点で。まあバックアップ一応いるから、ね、こういうふうに食べる。うちの実家があるし。まあね。うちの親とは一緒に住めるなと思うけど。うん。とりあえずいいよ。あれ形超かわいい。キュッシャ。ちょっと待って、何？ピンで。あれ後ろの木の枝かな。なんかもう普通のキャラ使えなくなる、これ。
信山でしょ。やばいよあれ、すげえ感動した。景色が良すぎだよ。富士山があそこまで美しいとちょっと金沢山行く気失せてきちゃう。まああそこゴミゴミしてる。しかも濃いしさ、ガスってっから綺麗に見えるし。まあ、まあ、今日これで俺幹部寮なんだけど。え？幹部寮。いやめっちゃね。うん。嫌だ。うん。もう疲れたな。じゃあもう入れるかパックが。入れるか。うん。じゃあちょっと。できないのがかわいそうだったなと思ったけど、眠い。リラックスしてる感じがする。靴等とかじゃないんだったら、うん、大丈夫大丈夫。じゃ行きましょうか。マジでこの靴これ食い色、ちょっと待って。